a controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had a wife is most likely ancient and not a modern forgery, according to a paper published today in the Harvard Theological Review. The papyrus fragment, known as the Gospel of Jesus' Wife, has been the subject of widespread debate since it was discovered in 2012 because it includes the phrase Jesus said to them, "My wife." It also mentions that she'll be able to be my disciple, which leads some to question whether women should be allowed to become Catholic priests. 本題に入る前に一言。この絵は最後の晩餐と言われている絵です。日本語で晩と言いますと夕方を指しますが、英語で晩というと日没後から寝るまでの時間帯を言います。そのイーブニングに取る食事がサパーということになります。で、この絵の題はラストサパーとなっています。で、中央にいる人物がイエスであることには間違いないと思いますが、向かってその左側にいる人物は、私はイエスの妻ではないかと考えています。つまり、この絵は世間一般で言われているような最後の晩餐というような深刻な絵ではなくて、むしろその真逆、もっと楽しい風景を描いた絵ではないかと考えています。広志林、浜松シティ、ジャパン。ナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告書によれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高いということが分かった。そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られている。それは2012年に発見されて以来、広く論争の的になっているというのも、その中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。その断片はまたこうも述べている。彼女は私の弟子になることもできるだろうと。このことは女性がカトリックの神父になることを許されるべきかどうかという質問にもつながったと。A controversial documentThat suggests that Jesus of Nazareth had a wife is most likely ancient and not a modern forgery, according to a paper published today in the Harvard Technological Review. The papyrus fragment, known as the Gospel of Jesus' Wife, has been the subject of widespread debate since it was discovered in 2012 because
It includes the phrase, Jesus said to them, My wife. It also mentions that she'll be able to be my disciple, which led some to question whether women should be allowed to become Catholic priests. Who is his wife? And what is she? Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. レオナルド・ダ・ヴィンチが書いたとされる最後の晩餐の絵です。この中にイエスを中心として12人の弟子の姿が描かれているといいますが、本当にそうなのでしょうか？本当に12人の弟子なのでしょうか？右から順に名前を拾ってみます。サイモンです。タデウスです。マテューです。フィリップです。ジェームズです。トーマスです。そして今度は左端へ来て、バーフ・ロメウです。ジェームズです。アンドリューです。手前にいるのがジュダ、つまりユダです。そして後ろにいるのがピーター。そしてイエスの最側近にいるのがジョン、つまりヨハネです。念のために他の資料でも調べてみました。同じです。特に注意していただきたいのが、イエスの向かって左側にいるジョンと、そしてユダです。ジョンというのは最も重要な弟子の一人でした。が、私、林浩司は、イエスの向かって左側にいる人物は、マグダラのマリアと判断しました。赤い色をつけてみました。が、これがもしマグダラのマリアなら、イエスは最も重要な最後の晩餐の席に女性であるマグダラのマリアを連れてきたことになります。ただならぬ関係ということになります。さらにその左に、そこにいてはならない人物、つまりユダが座っています。緑色の色をつけてみました。もし赤い色の人物がマグダラのマリアであるとするならば、数が合いません。12人の弟子のはずです。もう一人はどこへ行ったか、言い換えるとユダがここにいてはいけないということになります。がユダはいます。なぜでしょうか？がここにいる赤色で塗った人物はマグダラのマリアです。聖母マリアとマグダラのマリアは一人二役の、言うなれば操り人形マリアでした。その証拠がレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる岩窟の聖母の絵の中に残っていました。ルーブル版です。右が岩窟の聖母の中に描かれている聖母マリアです。そして左がイエスの向かって左側に座っている人物です。比較してみてください。全く同じです。衣服の模様も同じです。顔も違いがありません。やや垂れ目の目になっています。皆さん自身で確認してください。今日の最も重要なポイントです。この両者は同じです。ついでに衣服の色も比較してみてください。左の人物の服の色と下のイエスの服の色は赤と青がちょうど反転した形で
同じです。ここまで同じであるにもかかわらず、左の人物はジョン、つまりヨハネということになっています。なぜでしょうか。言うまでもなく、ここにマグダラのマリアがいるということは、ローマンカトリックにとっては誠にもってまずいということになります。が、誰が見ても向かって左側の人物はマリア、そして林浩司のマリアイコールマグダラのマリア説を重ねるなら、さらにさらにまずいということになります。が、この左側の人物はマグダラのマリアです。が、ここに座っている人物がマグダラのマリアであるとすると、さらに深刻な問題が起きてきます。今まで人間史の中で永遠と積み重ねてきた12人の弟子とその名前が総崩れになってしまうからです。一人足りないことはもちろんのこと、イエスの最側近の人物がヨハネでないとすると、順送りにドミノ倒しのように名前と顔がずれていきます。言い換えると、この最後の晩餐を土台にして考えてきた人間史は一体何であったかということになってしまいます。もちろん私林浩司はこの絵の中にユダはいるはずもない、いるべきではないと考えています。その理由の一つが、ミケランジェロなる画家が描いたとされるあのカッシナの戦いの絵です。あのカッシナの戦いの絵の中には12人プラスアルファの弟子が描かれていますが、ユダの姿はありません。ユダの手だけが水の中から出ています。が、なぜかユダがいます。なぜユダがこんなところにいるのでしょうか。そしてヨハネはどこにいるのでしょうか。さらにマグダラのマリアがなぜここにいるのでしょうか。繰り返しますが、イエスにとっても最重要であったはずの最後の晩餐の席にマグダラのマリアがそこにいたということになります。つまりこの時点においてマグダラのマリアはイエスにとっては妻以上の存在であったということになるのではないでしょうか。右がイエス、そして左がマグダラのマリアです。同じような絵がイタリアのサンタ・マリア・マジョリーナ・カシドラルにあります。イタリアでも最大のマリア教会です。そこにこんな絵画が残っています。左がイエス、右がと言いたいんですけども、イエスよりも若い感じがします。イエスはこの時33歳前後ですから、その右にいるマリアは聖母マリアということはありえません。もし聖母マリアなら50歳以上になっているはずです。もう皆さんお分かりかと思いますが、マグダラのマリアはイエスにとっては妻以上、あるいは妻そのものでした。その証拠がイエスの妻の福音書と呼ばれているものです。以前からこの福音書があることは知られていましたが、偽物ではないかという説もありました。ともかくもそれについての結論が出ましたので報告します。ナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告ハーバードテクノロジカルレビューによれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高い、 most likely と書いてありますけれども、ということが分かった。そのパピルスの断片はイエスの妻の
福音書として知られている。それは2012年に発見されて以来、広く論争の的になっている。というのも、その中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。繰り返します。その中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。またその断片はこうも述べている。彼女は私の弟子になることもできるだろうと。このことは女性がカトリックの神父になるのを許されるべきかどうかという質問にもつながったと。結論ということになりますが、イエスには妻がいた。しかもその妻というのはマグダラのマリアであったということになると、ローマンカトリックにとっては誠に誠に誠にもってまずいということになります。つまり今までのローマンカトリックのあの厳しい戒律は何であったかということになってしまいます。言い換えると、今までローマンカトリックが作り上げてきた人間史は何であったかということにもなってしまいます。裏を返して言うと、これこそまさに捏造された人間史の一例ということになるのではないでしょうか。皆さん自身で判断してください。 Bye for now. Wikipedia writes as follows: Mary Magdalene, literally translated as Mary the Magdalene or Mary of Magdala, was a Jewish woman who, according to text included in the New Testament, traveled with Jesus as one of his followers. She is said to have witnessed Jesus' crucifixion and resurrection. Within the four Gospels, she is named at least 12 times more than most of the apostles. Wikipedia 百科事典は次のように書いています。マグダラのマリアというのはユダヤ人の女性で、新約聖書によればイエスの弟子とともにイエスと一緒に旅をしたという。マグダラのマリアはイエスの貼り付けおよび復活を目撃したと言われている。4つの福音書の中でマグダラのマリアは少なくとも12回その名前が出てくる。つまり他の弟子以上の弟子であったと。広し林浜松市ジャパン。1500年後の、つまりルネサンスの時代に現れたイエス・キリストの操り人形芸術家であったのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。そのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる壁画が最後の晩餐の壁画です。その壁画の中央に座っているのがイエス・キリストということになります。そしてその向かって左側に座っているのが誰かということですけれども、一般には弟子のヨハネと言われていますが、本当にそうでしょうか。ヨハネと言われている人物に注意してください。どう見ても女性顔にしか私には見えないのです。そこで調べてみると、大変よく似た人物が別の絵の中に描かれているのが分かりました。
岩窟の聖母という絵の中です。この中央に座っているのが岩窟の聖母、つまりマリアということになります。拡大し先の最後の晩餐の絵の中に描かれている人物と比較してみます。この両者は全く違いがないという点で同じ人物と判断しました。2012年に発表しました。皆さん自身でも比較してみてください。つまり右が聖母、つまりマドンナ・マリアであるならば左もマドンナ・マリアということになりますが、年齢が合いません。右から左までの年月はイエスの生涯を考え合わせるなら少なくとも33年の年月が流れているということになります。右は聖母マリア、左はマグダラのマリア、つまり聖母マリアイコールマグダラのマリア、私のマリア一人二役説はこんなところから生まれました。つまり一般に言われているように左の人物はこれは弟子のヨハネではありません。絵を見れば一目瞭然です。がそのことを知っていた人がもう一人いました。それがもう一人の1500年後のイエスの操り人形芸術家であったミケランジェロ・ブアノルティです。1500年後のイエスは同じコンセプトをミケランジェロの彫刻を通して表現しています。テータ像です。処刑されたイエスを抱くマリア、聖母マリアということになっています。その顔と同じくミケランジェロが彫刻したとされる聖母子の中に表現されているマリアの顔と比較してみてください。この両者は全く同じですがおかしいと思いませんか。少なくともその間には少なくとも33年の年月が流れているはずですが、左のマリアは全く年を取っていません。一般にはマリアは年を取らなかったと説明されていますが、本当にそう考えてよいのでしょうか。がここに先に説明しましたように、聖母マリアイコールマグダラのマリア、一人二役説を重ね合わせてみるとその謎が簡単に解けるのではないでしょうか。つまりダ・ヴィンチなる画家の2枚の絵を通して表現されているその思想とミケランジェロなる芸術家の2つの彫刻を通して表現されているその思想がこうして一致しているということです。上がミケランジェロの2つの彫刻です。下がダ・ヴィンチの2枚の絵です。向かって右が聖母マリア、向かって左がマグダラのマリアということになります。つまり繰り返しますが、聖母マリアイコールマグダラのマリア、一人二役説はこうして生まれましたが、それだけではありません。さらにその上にマリアイコールイナンナ・イシュタール説を重ね合わせてみると、ここに表現されているマリア・マリアはつまりは替え玉マリアということになります。私たちが知っている貼り付けにあったイエス・キリストが替え玉であったように、マリアもまた替え玉であったということになります。つまりイナンナ・イシュタールがマリアという替え玉を操って私たち人間を指導していたということになります。上の像がイナンナ・イシュタールです。もちろんイナンナ・イシュタールは人間ではありませんでした。神です。その証拠の一つがこの像の目の中に残っていました。
このイナンナ・イシュタールの目に注意してください。目の中に目があります。つまりこのイナンナ・イシュタールはオーバーオールヘルメットをかぶっているということになります。ついでながらキリストが生まれる以前からイナンナ・イシュタールのヘブライ名ラテン名はマリアでした。エジプトでもマリと呼ばれていました。それはともかくも古代の神々も含めてマリアもまた仮面を必要とする神であったということになります。もう一度簡単に検証してみます。イナンナ・イシュタールです。そしてこのような仮面も見つかっています。左はオーバーオールヘルメット、つまりすっぽり型の仮面ということになります。そして右はいわゆるマスク、仮面ということになります。この両者は全く同じです。さらにイナンナ・イシュタールが仮面をかぶっていたという決定的な証拠を皆さんにお見せします。それがこの右の図ということになります。左の像をですね、右のように図解したというわけです。そして頭の後ろを見ていただきたいのですけども、その後ろには2本のマスクバンドが取り付けられているのがわかります。つまりオーバーオールヘルメットをこのような形でバンドで留めていたということになります。つまりイナンナ・イシュタールはこうしたオーバーオールヘルメットもしくは仮面を必要とする女神であったということになります。そしてその女神と人間の間に立ったのが替え玉マリアということになります。そしてその替え玉マリアは聖母マリアと言われているマリアとマグダラのマリアと呼ばれているマリアは一人二役の同一人物であったということになります。言うまでもなくイナンナ・イシュタールのシンボルマークは八方向に伸びる金星のマーク、そしてマリアのシンボルマークも同じ八方向に伸びる星のマークです。
Jesus and Maria Bethany come to love each other. The proof is Gospel of John, chapter 11. イエスとベタニアのマリアは互いに愛し合うようになります。証拠はヨハネの福音書第11章です。広し林、Hamama City, Japan, March the 11th, 2023. Jesus and Maria Bethany escape the persecution of Inanna Maria and get married at Renel Chateau, now in France. The proof is the Last Supper, which is said to have been painted by Leonardo da Vinci. イエスとベタニアのマリアはイナンナ・マリアの迫害を逃れ、レンネル・シャトーで結婚します。証拠はダ・ヴィンチが書いたとされる最後の晩餐です。マリア・ベタニー becomes pregnant, but she is then cursed by Strix, the witch of Inanna Maria. The proof is the Annunciation set up and painted by Leonardo da Vinci. ベタニアのマリアは妊娠しますが、その時イナンナ・マリアの魔女のストリックスによって呪いをかけられます。その証拠はレオナルド・ダ・ヴィンチが書いたとされる受胎告知です。 Mary Bethany's husband Jesus is murdered by three people, Inanna Maria, John the Baptist, and Judas the traitor. Mary Bethany is also abused. The proof is the entombment said to have been painted by Michelangelo Brunetti. ベタニアのマリアの夫のイエスは、イナンナ・マリア、バプティストのヨハネ、裏切り者のユダの三人によって殺害されます。ベタニアのマリアも虐待を受けています。証拠はミケランジェロ・ブラノティが書いたとされる埋葬です。マリア・ベタニー is deeply saddened as she holds her late husband Jesus to her bosom. The evidence is a statue of Pietà said to have been sculpted by Michelangelo Brunetti. ベタニアのマリアは亡き夫のイエスを胸に抱き、深い悲しみに包まれます。証拠はミケランジェロ・ブラノティが彫刻したと言われているピエタ像です。 Eventually, her late husband is placed in a sarcophagus and buried somewhere on Mount Bugarache, now in France. The proof is the Arcadian pastures said to have been painted byNicola Poussin. やがて亡き夫イエスは石棺に納められ、南フランスのピュガラッシュ山のどこかに葬られます。証拠はニコラ・プッサンの書いたアルカディアの牧人たちです。マリア・ベタニー then gives birth to a boy. The evidence is a Madonna and Child set to have been sculpted by Michelangelo Brunetti. で、その後、ベタニアのマリアは一人の男児を産みます。証拠はミケランジェロが彫刻したと言われている
聖母子像です。It goes with a saying that these paintings and sculptures introduced here are not drawn or sculpted by human artists, but are drawn or sculpted by God Himself as God's messages to us humans.ここに紹介した絵画及び彫刻は人間の芸術家が描いたり彫刻したものではありません。神自身のメッセージとして人間に書き与えたり彫刻したものであることは言うまでもありません。